なーに、この間ちょっと用事があって君に電話をかけたら、午後の講義をぶっ潰して自動車でどこかへ吹っ飛んで行ったというから、さては何か始まったなと思っていると、その日の夕刊に結婚式の前夜に花嫁を締め殺すとかなんとかいう特号四段抜きか何かの記事が出たから、さてはこの事件に引っかかったなと察していたわけなんだがね。なるほど。しかし今日私がこちらに伺いますことはどうしてご存知で？うん、そりゃ今日かいつか知らないが、きっと来るには間違いないと思っていた。というのはこの事件はほら、例の心理点に違いないと最初から睨んでいたからね。君が調べ上げて我が輩のところへ持ち込んでくるのを実は待っていたわけだ。恐れ入ります。お察しの通りで、実は私は2年前からこの事件に関係いたしておりましたので。え、2年以前から？さようで。2年前にもこんな事件があったんかい？